セントラルパーク、セントラルパーク、英語、セントラルパーク、中央公園は、アメリカ合衆国ニューヨーク市のマンハッタンにある、都市公園。南北4キロメートル、東西0.8キロメートルの広さがある。周囲の摩天楼で働き暮らすマンハッタンの人々のオアシスとなっており、映画やテレビの舞台としてもたびたび登場するため、世界的にも知られるようになった。公園は、 北をセントラルパークノース、南をセントラルパークサウス、西をセントラルパークウエースと、東を五番街と接している。東側中央にはメトロポリタン美術館、西には道を挟んでアメリカ自然史博物館がある。公園内はまるで自然の中にいるように錯覚する風景だが高度に計算された人工的なものである。湖がいくつかと、2つのアイススケートリンク。 各種スポーツ用の芝生のエリア、自然保護区、そしてそれらを結ぶ遊歩道などがある。道路は景観を崩さないために人工的に窪地に作られている。これはダイナマイトで岩盤を破壊して作ったものである。公園内は自動車での通行が禁止されており、週末は公園を囲む 9.7km の道は、ジョギングをする人々、サイクリングや、 インラインスケートを楽しむ人々などで賑わう。また、ここは、ニューヨークシティマラソンのゴール地点にもなっている。渡り鳥たちのオアシスにもなっており、バードウォッチングも盛んに行われている。夏には、園内のデラコート劇場で有名な映画スターによるステージが行われる。マンハッタン島の都会的景色、喧騒の中のオアシスとしての働きを果たしており、 公園に面してその景色が視野に入るアパートメントコンドミニアムは近隣の中でも高く評価される物件となっている。セントラルパークはアメリカで景観を考慮して設計された最初の公園である。1811年委員会計画によって14丁目以北の開発計画が策定され、ニューヨークの市街地は北へ拡大していった。セントラルパークの建設は 当初の計画には含まれていなかった。市街開発が進むにつれ、膨張したニューヨークに大きな都市公園が必要であると、詩もウィリアム・カレン・ブライアントやアメカ発のランドスケープアーキテクト、造園家、作り系家とされるアンドリュー・ジャクソン・ダウニングによって、その必要性が唱えられており、ロンドンのハイド・パークやパリのブローニュのような屋外で、のんびり過ごせる場所が、 多くのニューヨーカーにも望まれてもいた。それを受け、1853年にニューヨーク州議会によりこの地が公園用地として指定されることとなる。1857年には当時ここに住んでいたアフリカ系アイルランド系住民約1600名は立ち退きの浮き目にあった。同年、現在よりも少し小さい範囲で開園したが、翌年1858年には、 公園の拡張と景観整備のコンペにおいて、フレデリック・ローオルムステッドとによる設計案が採用されることとなった。コンペが行われたその年に建設が始まり、1873年に正式に開園した。1870年代、ニューヨーク市の住民の大多数が住んでいた、ローアーマンハッタンには、公園と呼ぶに値する場所は、ほとんどなかった。 1876年にほぼ現在の形に完成したセントラルパークはずっとアップタウンにあり、その緑の恩恵を一番必要としていた住民には手の届かない場所だった。文と医師にして教育家のオリバー・ウェンデル・ホームズがニューヨーク市を訪問した際にこの公園を絶賛したものの五番街の23丁目からアップタウンに行くのに交通費が4ドル。 当時もかかったのに不満を漏らしたとされている。実のところ、多くの人にとって、公園は100マイル離れた場所にあるのと同じで、年に一度の遠足でも、遠すぎると言われていた。ニューヨークという不夜城の中にあって、オアシスの役割を果たしてきた公園ではあるが、1930年代頃より、ここに住み着くホームレスたちが増加し、また、暴力や、 レイプなどの夜間の治安悪化が問題となっていった。これを危惧したニューヨーク市警察がここを重点地区にと指定現在は比較的安全になっている。2004年には延べ2500万人もの人々が訪れたが、ここで起こった犯罪は100件未満であったとのことである。1962年以来、アメリカ合衆国国定歴史建造物となっているこの公園は、 フレデリック・ロー・オルムステッドとカルバート・ボックスによって設計された。州は公園の開発の監督のため委員会を設置し、1857年にコンペティションを実施した。その結果、ランドスケープアーキテクトのオルムステッドと建築家のボの緑の芝生計画が選ばれた。建設のピークには2万人の労働者が雇われることとなった。設計競技で勝ち残った。 ランドスケープアーキテクト、作家のフレデリック・ローオルムステッドとイギリスの建築家のにより、1858年に設計された。彼らはブルックリンのも設計している。この公園は、おそらくアメリカで最も訪問者が多い都市公園であり、毎年約3、500万人の観光客を受け入れている。セントラルパークはニューヨークの観光地として、 最も有名な場所の一つである。公園は、北をセントラルパークノース、南をセントラルパークサウス、西をセントラルパークエースと、東を五番街と接している。公園の東側を走る五番街のみが、その名を変えない。他の通り、110丁目、59丁目、八番街は、公園に接している間、それぞれ名前が変わる。この公園の南はミッドタウン。 北はハーレム、東はアッパーイーストサイドとスパニッシュハーレム、そして西はアッパーウエストサイドとモーニングサイドハイツと呼ばれる地区、なっている。公園はの市所有の土地でオープンし、まで拡張した。59丁目、セントラルパークサウスと110丁目、セントラルパークノースとの間は、長さ2.5マイルで、5番街とセントラルパークウエストの間の幅は0.5マイルである。 このサイズや文化的位置づけは、ミュンヘンのエングリッシャー・ガルテンやロンドンのハイド・パークと似ており、サンフランシスコのゴールデン・ゲート・パーク、東京の上野恩賜公園、バンクーバーのスタンレー・パークなど、多くの都市公園のモデルとなった。公園は、と契約する施設で、非営利団体のセントラル・パーク、管理委員会によって運営され、管理委員長は、セントラル・パークの管理者、である。 今日では管理委員会は5人のうち4人を公園のメンテナンスと運営に雇用している。これはセントラルパーク管理者公式認定のもとで私的公的の作業の両方を監督しており公園委員会委員長に報告している。2007年時点で管理委員会は公園の修復及び管理に約4億5000万ドルを投資した。この組織は 現在のセントラルパークの年間3700万ドル以上の年間管理費の値およそ85%を寄付している。こうした試みが2006年にはセントニコラスパーク、ジャッキー・ロビンソン・パーク及びの園芸メンテナンス補助と指導に活用される。これが非常によく機能したため、その後ヒストリック・ハーレム・パークが作られた。 犯罪が公園やニューヨーク市で減少し、多くの以前の鑑識が少なくなっている。公園にはニューヨーク市警察の独立した管区、セントラルパーク管区があり、正規の警官と補助員の両方を雇用している。2005年には安全対策により犯罪発生件数が年間で100件を切った1980年代初頭の1000件から大幅に減少した。 もセントラルパークをパトロールしている。人工的に作られた公園にもかかわらず、公園のほとんどが自然に見えるのは、植物や地形によるほか、公園には、元からあった湖や池を巧みに使い、完全に美化がなされたという事実にある。園内には他に、広範囲にめぐる散歩道、乗馬道、二つのアイススケートリンク、と陶器営業のみ、 校舎は7月から8月にかけて、プールとなる、セントラルパーク動物園、広大な森林、ジョギングトラックに囲まれ、10億ガロンを貯蓄するの、ジャクリーン・ケネディオ・ナシス・チョス1が行われる、屋外園系劇場のなどがある。園内のは、1898年から1934年までは、当該場所には、温室が存在したが後に撤去され、跡地の整備を、 ランドスケープアーキテクトのギルモア・クラークが担当、竣工した庭園で1937年に一般公開された。この庭園のセンターガーデンはイタリア式庭園に、パークの北側に見る円形公園はフランス式庭園、南側に見る円形園はイギリス式庭園風でデザインされ、それぞれの異なるテイストの庭が鑑賞できるようになっている。 屋内施設の見どころとしては、自然の中にある、歴史的ながある。さらに、七つの主要な芝生があり、矢など、小さな草原や池、湖が存在する。これらのうちは、チームで、スポーツが行われたり、静かに過ごすエリアとなったりしている。子供のためのプレーグラウンドも多くある。週末の午後7時以降、夜間に自動車の侵入が禁止され、 公園内の6マイルの道路は、ジョギング、自転車、スケートボード、ローラースケートなどに利用されている。園内には、多数の彫刻がある。設計者のオルムステッドは彫刻の乱立を嫌ったが、結果は、良い方向に向かっている。最初に建てられた彫刻は、作家の像や詩にちなむもので、文学歩道と呼ばれるようになった。彫刻で最も古いものとしては、エジプトの クレオパトラの針と呼ばれる、長さ二十一メートル、重さ二百トンのオベリスクで、エジプト総督から贈呈された。実際は古代エジプトをととめす三世が建てた彫刻で、クレオパトラの時代より古いものである。その他、大きなキノコに座り、他の登場人物たちと戯れる、不思議の国のアリスの像などもある。七十二丁目の西の単付近には、ジョン・レノンを追悼する。 ストロベリーフィールズがある。様々な映画やドラマのロケ地として使われるほか、小説や音楽などのメディアにも登場する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。